魔物たちが砦の方角に飛んでいく。我々にできるのは信じることだけか。ぐずぐずしている暇はない。先を急ぐぞ。勝利だ。
我らの勝利だ。Thank you.
来るとは。ああすいできた。Thank you.
ひどいありさまだな。上に上がる階段まで壊されている。おそらくこの先の玉座の間に常闇を生む魔物が潜んでいるのだろう。神聖な玉座を汚すとは許せぬ。何とかして上に上がる別の道を探すぞ。行くぞ。うわっ、ああ、し、相変わらずのバカ力だな、グレイグ。ハハハハ、二人とも元気が良いな。うん、うん、挨拶がまだであっただろう。我が娘マルティナだ。うん、お前たち二人がこの国の未来を守るのだ。頼んだぞ、グレイグ、ホメロス。はい、はい。なあホメロス、お前の知恵と俺の力、二つが合わされば王国一の騎士になれるぞ。そして姫様とこの国をお守りするんだ。うん、おい、聞いているのかホメロス。なんだよ。王国最強の騎士に与えられるというデルカダールの盾が王の資質にあるらしい。見てみたくはないか。いずれ僕たちが手にする盾なんだろ。しかしな、どうやって見るんだ。王の資質なんて魔法でも使えなきゃ入れやしないぞ。誰にも言うなよ。この前俺は一人のつまみ食い犯を見つけた。誰だったと思う？ん？我が王だよ。食器棚の裏から出てきてケーキを一口パクッとさ。あれは王の資質につながっているはずだ。そういうことか。近頃お腹がだらしないって王妃様に叱られていたもんな。今晩台所に集合だ。いいな。お。そうだ。長らく忘れていた。台所に王の資質へ続く隠し階段がある。しかしこの現象は一体、時を超え世界の記憶を知る。そうか、それが大樹へと連なる
勇者の力というものなのか。台所は城の北側にある食堂の奥だ。そこにある食器棚を調べてみよう。行くぞ。あの時は俺が衛兵に見つかって、この階段を見つけることはできなかった。王に叱られて、城中の鎧を磨かされたよ。ホメロスは怒ってな。と、組合の大喧嘩だ。あの頃は悪さばかりして、王を困らせていたものだ。だがそうだ、楽しかった。二人でデルカダールの未来を担うのだと。心から信じていた。今までの非礼を詫びる。すまなかった。この先に誰が待ち受けていようとも、俺は戦う。もう二度と俺の剣が道に迷わぬよう力を貸してくれ。
お元気そうで何より、我が友、そして哀れな悪魔の子よ。ホメロス、やはりお前か。いや、いや。その短気直した方がいいな。周りが見えていないからお前はいつも空回る。なぜ魔王に魂を売った。共にデルカダールを守る、そう誓ったはずだ。ホメロス、なぜ、なぜと問うのか。お前が私に。何がおかしい。では私もお前に問おう。なぜお前は私の前を歩こうとする。なぜお前ばかりが力を得る。
なぜだ、グレイグ。私はもうお前の後ろは歩かない。愛も夢も光も、そして友も、この世界では何の意味も持たない。あるべきは力、世界を滑る闇の力だけ。私の力を認めてくださるあの方こそが真の王。王の歩みを邪魔する者は私が許さぬ。故郷を奪われ、民を失い、友は去った。英雄と呼ばれて戦い続けても俺に守れるものなど何もないと思っていた。だがまだだ。まだ俺にも守るべきものがある。お前が世界を救う勇者なら俺は勇者を守る盾となろう。ホメロス、いや魔王のテルモノよ、その命私がもらい受ける。できるかな、我が友よ。さあお遊びはここまでだ。グレイグ、私はお前の先を歩く。お前はここで朽ち果てるのだ。我は魔王様の力を受けし、六軍王が一人、色軍王ゾウで、闇を愛し光を憎む者。我は思う、そなたらは卑しい光を望む者たち、そして何よりあれな者たち。魔王様は闇をお望みだ。我の命尽きるまで正常なる常闇は消えぬ。なればこの地に光は戻らぬ。
汚れた光を癒しましょうぞ。ふぃやし、成敗してくれる。ここは通さぬ。私の愛しき闇が気が弱し、光があふれ。さすがだな。来てくれたのか、リタリフォン。常闇は消えた。しかし皆が心配だ。一刻も早く砦に戻らなくては。帰ろう。最後の砦に。